皆様こんにちは。えー、今日はあ今まで三、えー、回、えー、このテレビで登場いただきました、えー、東京国際大学の教授の福井雄三先生に来て、えー、いただきました。よろしくお願いします。よろしくおしす。で、えー、テーマはですね、えー、世界が驚いた。えー シンガポール攻略作戦というのがあ本日のおメインテーマでございます。えと申しますのはですね、えー、ともちろん、えー、当時のおあれは昭和17年ですかね。2> 17で年あ2月ですか 2>,、はい、あ2月はもう日本中はね提灯行列をするぐらいのね大ニュースでね、えー 当時のイギリスのチャーチルはねシンガポールはどんなに、えー、早くてもね、えー、3か月は結んだというようなあれで、えーまあ、東洋の要塞でもありますしね実、うんうん、はあイギリスの植民地支配のね司令塔みたいな要、うんで,ね、ですよね。 そう簡単にはやらないぞということをこれは世界中が知ってたんですよ。<laughs> はい、だからあ実際に、えー、日本軍が攻略戦作戦を始めて何日ぐらいですかね。あのー、実際にかかったまずはあのー、スタートからスタートはまずあのー。 十二月八日に、あの大東戦争、あ、あ、あ、え、あの。え、全然、そういう話は聞き実際のね、あの戦闘のね、何日間の落とした。あの、純粋にシンガポール攻略戦争のものは、要塞一週間で落しました。一週間。はい。そうなんですよ。はい。もうチャーチルが驚いたのね。一週間で。はい。まさか。はい。というぐらい。まあ。日本語が強かった。はい。ということは今日のメインテーマですね。はい。 先生そのあたりをですね私はもうその程度しか知りませんのでね詳細にこの山下将軍からできれば「張り間を煮ざる」までのねエピソードを含めましてねそしてシンガポールの重要性とも含めてましてね単なる戦闘だけじゃなくてねこういう 戦争であったと、うん、いうことを、うん、お話しいただければと思いますのでよろしくお願いします。はいはいえー、第二次世界大戦中のあのシンガポール攻略戦、日本があのイギリスの要塞のシンガポールを落としたこの戦い、これはもう世界の軍事史に残るもう大変なあのもうすごいことです。 あのおそらくこのシンガポール攻略戦で日本があっという間にあのイギリスの要塞のシンガポールを落としたってことこれはもうあの第2次世界大戦におけるドイツ軍の電撃作戦にまさともたらない大変な日本軍の大そ業です。あれも世界を驚かしたもう大変なあっという間にソ連軍を圧倒した戦いだったんですがそれ 確かにこの規模はそれより小さかったとはいえあのもう素晴らしいこの戦闘効率とそれから短期間で落としたっていうこれはもうあのナチス・ドイツの電撃戦に勝るともとらないこれはもう素晴らしい戦果でした。はい、であのシンガポールっていうのはこれはあの当時の、まあ、イギリスの,あの、えー、アジア植民地のまさに象徴ともいえる砦でございましてね。であのこれ シンガポールそのものの歴史は19世からから始まったんですねある19世紀から従業じゃない、はい、であのイギリスがまああの、えー、東南アジアのマレーシアとかあのートビルマインドなんかを支配するときにまさにこのその中継点の金目だシンガポールででこれ要請気づいとったんですがいわゆるこの軍事的な重要性がかなり大きくなってきたのは第一次世界大戦以降です第一次世界ではい あの日本は第一次大戦後日英同盟を廃棄しまして、はい、その後日本がいわゆる仮想的国としてイギリスの前にあの立ちはだかってきたわけですからで東アジアに覇を唱えている大日本帝国とあの東アジアに植民地を持っているイギリスこれもし将来ぶつかった時にはイギリスの,この要塞のシンガポールこれは大変重要な要になるだろうと。なるほどでイギリスが重要ししまして で第一次大戦以降も大変なこれ要塞化を進めましてで第二次世界大戦が始まった当時はもう難攻不落鉄壁の要塞となっておりました、うんまあ、簡単に言えばあ日露戦争当時の旅陣に匹敵するようなえそうですそうですねあれよりもはるかに規模を大きくして当時はあのあ旅人のの大きいんですか、はいはい、あの第二次世界大戦当時世界には4大要塞と言われた要塞がありましてね<え>これあの ジブラルタル海峡のジブラルタル要塞はい有名ですねからあの地中海のマルタ要塞マルタからあとあの太平洋の、えー、シンジュ湾の、まあ、パウルハーパーのマリカの要塞ーーから,、はい、からもう一つがあのシンガポールとなるほどこの4つが当時世界に誇る4大要塞でしたそうですか <laughs> えもう一方言うえっ、ー、とジブラタル海峡は確かは、えー、ヨーロッパ大陸と アフリカのアフリカの海峡のところにある、かなり狭い海峡ですね、はい。そうですそうです。はい、それと二、うん、つ目が地中海のマルタ、マルタ要塞。マルタ要塞ね。はい、これはまあ簡単に言えば中東への道ですね,ね。そうですね。はい。中道作戦の時は必ずあそこ通らないかというとね。マルタは私はギリシャの数。 そうです、ね。まああのイタリアとアフリカの中間ぐらいの、まあ、地中海に浮かんでる、はい、ちっちゃな島ですけどもね、はい。確かにあの映画でもマルタの、これは結構映画化されてますよね。もう確かに本当にあの大変重要な交通の要所ですから、あのジブラルタル、マルタからあの太平洋のハワイのパウラハーバ島。となるとシンガポールだけは映画化されてないですね。やっぱり負けたからでしょうね。うん、まあやっぱりイギリスとしてもそれは悔しいでしょうね。<laughs> ねえ <laughs> えー、あのー、あの難攻不落の要塞を日本軍がわずか1週間で落としてしまったと 1>, 1週間はいあの二月よ、えー、と千1917年の昭和17年の2月8日に戦闘が始まりまして陥落したのが15日ですからわずか1週間で落ちました 1>, 1週間で <laughs> これはもう全世界がもう強盗したんです、うん、あのかつてね あの日本軍の山下将軍がドイツを訪問したときにあ山下将軍、はい、出ました山下智之将軍があのドイツを訪問したときにあのドイツのその時にはあのドイツの軍部の,あの将軍とあの対談しました時にね、はい、もしも将来日本とイギリスが戦争が始まってシンガポール要塞を攻略しようとすればどれくらいの時間がかかるかっていう議論がなったときに。 ドイツ軍の将校たちは、参謀将校たちは、五個師団でもって一年半はかかるだろうと分析したんです。えっと、実は現代のこの日本人はね、一個師団しても人数わからないんです、ま。約二万前後ですね。はい。二万人。はい。これ戦時体制ですね。そうです。はい。はい、平時は一万ぐらいですか、ね、そうですね。まあまあ一万数千と。<っ>はい。五個師団ですか。十万ですね。十万人。十万の軍でもって一年半かかるだろうと。なるほど。それぐらいもう鉄壁の守りの要塞でした。 あのシンガポールっていうのは、うん、えあの世界最深夜のドックが完成されておりましたねもう当時どんな強い軍隊が攻めていっても五個師団十10万の軍隊であの1年半かか,からだろうとなるほどこれがドイツの参謀本部の分析だったんですその話はもう <laughs> 当然私は初めて聞きましたそれを日本軍が1週間でしかも五個師団どころかわずか5万人の軍隊で5万人はい はね、今の先生の話だと2.5手、ね、段ということですしかも守る相手のイギリスの軍隊は12万人いたんです12万人要塞に立てこもってるシンガポールの要塞に立てこもっているイギリスの軍隊は12万人いましただから前は6手段です <laughs> はい3倍ですね、はい、で通常あの要塞戦っていうのはね、あのー、攻める方よりも守る方が有利なんですうん あの鉄壁の岩山にこもってる要塞を落とすためにはもう大変なこの物量とあの、えー、軍隊だけです。あの歴史ではクリミア戦争が有名ですよね。そうですね。あれはずいぶん時間かかったんですよね。ええー、三年かかりました。はい。ねえー、<laughs> あの時はクリミア戦争もこはもう大変な激戦になりましたね。まあ十九世紀の戦争だったんですけども、あのまあトルコをめぐってイギリスフランスの連合軍隊、ロシアのロシア帝国ので戦ったとかって、はい。 もう大変な激戦になりましたよねあのそれこそ戦争を知らない人たちも知ってる人は有名な人はナイチンゲールナイチンゲールですね <laughs> はいあともう一つエピソードを申しますとあのクリミア戦争っていうのはねあのロシア文学の有名な文豪のトルストイ、はい、彼は若い青年時代にこのクリミア戦争に兵士として参加してるんですはあで大変な激戦でまあ28歳ぐらい20代後半の青年になってるんですけどね トルストイはクリミア戦争でロシア軍の兵士として参加してあまりの凄まじい激戦に大変な激戦に大変なショックを受けてこれを後に彼があの有名なあの、えー、傑作の「戦争と平和」っていうあれを生み出した原動力になったと言われておりますなるほどこれクリミア戦争だったクリミア戦争クリミアというと現代でもね、はい、もうごく2年前ですか。 はい、現代のロシアはウクライナからね、はい、まあいわば強奪したばかりですよね。よくなんだかんだで出る、はいはい、要塞ですね。まあ国境に面している非常にまあ重要な地位決定ですからああ軍港がありますしね。はい、要は要塞というのは単なるあの要塞。大抵の場合は海軍の軍艦を守ったり、はいえー、そういう陸海、えー、共通の あのシンガポールの場合もこれはもちろん要塞もすごい要塞だったんですけど東洋艦隊イギリスの東洋艦隊これは本国から2隻の最新戦艦レパレスともちろんですかプリンス・オブ・ウェールズですねプリンス・オブ・ウェールズプリンス・オブ・ウェールズという名前はウェールズのですあの名前ですよね。 この当時も最もう最新鋭の、えー、巨大戦艦これを本国から持ってきましたよね。で、あのシンガポールを守るためにそこに配備したんですが、シンガポールが母港になったわけですか。そうです。はい。ああ、なるほど。じゃあ両陣と似てますね。よく似てます。で、このシンガポールの時に、えー、マーレー海戦でこの二隻のイギリスの最新鋭の戦艦があっという間に日本の えー、空軍にあの、えー、戦闘機に決心されましたね。あれは確かに海戦間もなくの十二月ですね。十二月の九、えー、日十日その後だったと思いますが、れこれも、まあ、ちょっとシンガポールとはちょっと違いますけど、はい、これも世界を驚かしましたね。あれは結局あの戦艦そのものがもう海戦では役に立たなくなっているとは、やっぱり空母の機動部隊の決戦だってことがもうそれから世界中に知らせたんですよ。そね。そはい、私はね第二次世界大戦 のあのチャーチルがええー、8ノーベル賞もらうんですよねあの開講、はいええ、録で、はいはい、その開講録の中でね確かチャーチルは泣いたとかいうと方ありましたねあのまさかチャーチルもシンガポールがこんなにまあ簡単に落ちるとは思わなかったでしょうしこのしかもイギリスを世界に誇る最新鋭の戦艦二隻があった という間に日本の飛行機に戦闘機にあのれてしまったというこれはもうイギリスあのチャーチルも大変なショックであのこの 2, 2隻の戦艦が沈んだ後彼はもうショックでいやあの部屋にこもっっちゃってなんか<っ>あの私は開口録」で読んだのはうん第2次世界大戦中で私が一番ショックを感じたのはえ<っ>あのプリンス・オウェルズですが、はい、それをシンガポールだというふうにね<っ>書いてましたね。 しかもそれが日本の軍隊にやられてしまったってのがこれがショックだったと思うんですよね。日本の軍隊に。大体まあちょっとおー論がずれますけどね。はいはい、それそれに類するは結構あるんですよね。結構彼らはバカにしとったんですよね日本のこと<え>、あのー、確か、えー、海戦間近のフィリピンあの航空戦があった時にね。うん ゼロ戦にボタボタでやられたじゃないですか、えー、そのやられる前の話ではね、えー、アメリカ軍があ搭乗員やり戦闘機乗りにね<っ>日本のおゼロ戦に対して、ね、日本人はなんかあ脳が発達してないんでなんだかんだえらい悪口書いてね <laughs> あんなのは敵の口に入らんよと、えー、言って実際に戦闘機やったらもう簡単に言えば モンハンじゃないですけどね、えー、まあ,あアメリカの当時は、ね、P じゃないなあれは何ですかねもう飛行機の名前も僕らは覚えてましたけどね、はい、アメリカの飛行機全然歯が立たずね、はい、バタバタ落ちてねその後ですね、うんうん、日本の零戦とはね戦うなって、はい、来れば逃げろ ただ、それまではね、東洋の猿としてね。はい、まあ、これは、敵対するから、悪口、で、ね、これもしょうがないんですけどね。でも、随分、日本軍をね、過少風を返しとったな。間違いないですね。それがあのう、所詮であれだけの、えー、大戦果になったわけですから、これはもう、そのショックたるや。これはも、大変なもんだったと思います。だから、日本国民が喜んならもう。う よくわかるんですけど、ねはい、まあまあ残念ながら、はい、その後アメリカはね、はい、全く戦法を変えてね、はい、対日本作戦をね、はい、ガラリ変えてやるんですけどね、はい、まあ結果論から見るとねそれに対応する日本のねまあ、あ先生は、ね、陸軍のは近づいていぱり陸海軍がね 準備が足りなかったですね、はい、あのやはりあのもう一つ惜しまれるのはあの日本にとって陸軍と海軍の対立がずっと根当になったということですね。あの、うん、その問題重要ですからあのそのシンガポール入る前にちょっとだけ話してくださいよ。はい、あのの陸海軍があ作戦会議でね、はい、必ずしも一致しなかったということだね。 もう陸軍海軍一致協力して団結してやりました。なるほど。あれは本当に素晴らしいあの戦いでした。ですからあの本来これがね戦争のあるべき姿なんですけども陸軍海軍一致協力するってことがあのシンガポール攻略戦はそれがうまくいった唯一の例だったんですけど。唯一ですか。はい。それ以外、ね、それ以外ほとんども陸海のななば争いに終始して。 もう日本の軍の内部で陸軍と海軍の軍拡を揃えたみたいなもんです <laughs>。で、あの結局まあこれがまあ大きくは引っ張られた面もあるんですけど、ただシンガポール攻略戦に関してはそういった従来の陸軍海軍の対立を超えて、もう本当にもう協力し合って一団結戦じゃなかった。だからあれが素晴らしい戦いだった,と思すまたじゃあ本題のね、はい、えっとシンガポール攻略戦のね、確かに、えー、私らが知っているのは山下ホブンは確か。えー 満州ですよね本席っておかしいですけどずっと並んでたらそれ南方に転石してあるんですよ。まずはたその辺りからですね一つこのシンガポール攻略戦のねどういう人がどういう作戦でちょっと詳細をですね私も本当知らないんですよ。勝ったという話はしてもその内容知りませんので。 ぜひあの、はい、視聴者の皆さんにも教えてほしいんですけどねまずはあの初戦で申しますとね、えー、12月8日に、えー、対米の開戦、えーはい、戦争が始まりましてでそのちょうどほぼそれと同時期にあの日本軍が、えー、マレー半島の、えー、タイとマレーシアの付け根のところに上陸しましたそれから南下を始めたんですがこれあの上陸したのはどこへ上陸するんですからマレーシアのの国境の タイとマレーシアあタイとマレーシアタイねタイはその頃は日本とのまあまあ中立ですねまあ中立だけど好意的中立好意的中立ですあのタイ国内を通過するのを許したしねまああの中立とは言いながら日本にこ好意で抱いてるとだからタイ国境から入ってきたゃうそうですあの最初はね。 えっとえー、タイとマレーシアの国境のギリギリタイの方に上陸したんですがそこにちょっとした小競りがあったんですけどすぐにねあのタイはじゃあ,あのどうぞ行ってくれってことでそのまま通してくれまして好意的地位律ですね、えー、で日本軍は国境を越えてすぐマレーシアに入れましてそこからま,まず初戦で大変な激戦があったんですこれはあのジットララインっていいましてねあのイギリスはあの何ラインですかジットラットラ,ラインです 誰かの人の名前ですかね。はい、いや、まあこれは地名ですけどもね。地名ですか。あのこれはあの当時あのイギリスの領あの植民地だった英領マレーシア、タイの国境のすぐ近くのところに防衛戦としてジットラーラインっていうもう大変あのすごい防防御陣地をついておったんです。はい。これはも三、えー、段階に分けられた重心陣地で、でここはもう大変な難攻不落の、えー、陣地でございましてね。はい。ここを突破しようと思えば。 1個でで月かかるって言われてったんですそれを小戦の12月9日にあの上陸した日本軍のうち再建したいっていう、ま、ずか500人の部隊なんですけど500人の部隊がまずはあのまず何ていうかあの、えー、先頭に立って様子見るってことで入っていったら「ああこれは意外と何か突破できそうだぞと」と成功が報告したもんですから「よしじゃあ行け!」ってことで500名でどんどん入っていったところがこれ成功の 誤りでで違いで実はもう大変堅固に構築されたあのジットラインっていうのはそこでああいう全滅に陥ったんですがもう大変な奮闘の結果500名の佐伯地帯が敵の軍を破っちゃいましたね、うん、敵が敗走を始めたんです。で夜になってからもうわずか500名の佐伯地帯が敗走、えー、した敵を追っていったもんですから。 結局陣地が突破されちゃいまして、なるほど。一個師団で落とすのに三ヶ月かかるだろうって言ったジットラーラインをわずか五百名の部隊が十五時間で落としちゃったんですよ。十五時間はい。嘘み,いね、嘘みたいな話です。嘘みたいな話です。で、その戦闘終わった後、日本軍が捕虜にしたイギリス軍のなんとか将校とあのなんていうかあの、えー、尋問しましたよね。このこういった会話が書かされております。 このジットラーラインはあのイ,イギリス軍が本気で守ったらどれくらい持つと思ったかとから彼らはねいやただ尋問されたイギリス軍の証拠は3か月は持つと思ったと言ってるんですね、はいうん、じゃあどうしてそれが一晩でおっしゃったと思うかって言ったらばそんなことは分かるもんかとおそらくこれはもう日本軍の大部隊が背後から回り込んで挟み撃ちにしようとしたから我々は逃亡したんだと。 こう答えたんですね。なるほど。したら日本軍の、えー、尋問する人たちが実は我々は500名で攻撃したんです。<laughs> なるほど。相手はびっくりしましたね。そんなバカなことがあるもんかと <laughs>。相手は信じられなかったんです。これが日本軍の当時のもう心底のかけなしの実力だったんです。日本軍とはこれぐらい強かったんです。なるほど。でその後あの勝利、えー、でジットアラアレインを突破した後。 どどんどん,んしていきました、ね、であの最南端の、えー、マレー半島の最南端のジョホールバルっていうジョホールは有名ですか、はい、これあのジョホールちゃん確から海峡ですよねジョホール海峡じゃんそこを隔てて対岸にシンガポールの島があるんですけどもね大きな島がそれを海峡を隔ててあの半島の最南端にある町がジョホールっていう町でジョホールバルっていうでそこに到達するまでに日本軍は 3万5,000の日本軍の兵士と8万軍のイギリス軍が戦って日本軍の圧勝で日本側の被害はわずか4,500名それに対してイギリス側の損害は犠牲は2万,万5,000名ですか。定期の半分以下の軍隊の日本がイギリス軍と比べて半分以下の日本軍の部隊がわずか 人の損害で先生ねしばしば私は素人を誤解するのはね4500人って言いましたけ損害というのはですねいわゆる死者だけじゃなくて死傷者ですねいわゆる戦闘不能です。よねだから本当は死傷が人で負者 はい、ああ3,000人とかいう、はい、それを全体としていわゆる損害といいいうふうに理解してわけですねはいはいはい、どぞ、はい、これあのここに至るまでにやっぱりこの日本軍がなぜこんな快進撃であの少ない、えー、兵力であの倍以上のイギリス軍と戦って勝ったかというとこれは非常にあの作戦がうまかったってことと。 あの日本軍は当時シナ事変でずっと戦ってる軍隊ですから霊気戦の舞台だったんですね戦争なりしてるであの有名な銀輪部隊っていう部部隊、はい、自転車です、ね、これ,、はい、車部隊ですこれあのまあシナ事変は昭和12年から始まってるんですけど大陸のシナ事変では日本軍の軌道の主力は、えー、馬だったんですがこれをマレー作戦ではこれを自動車と自転車に切り替えましたね これは非常に素晴らしいうまくいった作戦です、はい、というのはあのジャングルですからマレー半島っていうのはであの戦車が、えー、進撃していってあの3つインドする川が非常に多いんですねで川が何ですね、はい、川が非常に多いんですあの川が多いのはいあのジャングルに追われた地形でしかもその中をいっぱい川が流れてましてねで川に橋がかかっているんですで 敵の軍隊はイギリスの軍隊は退却するときに橋を破壊しますから日本軍の部隊はその橋を修復して渡ろうとするんですがそこを向こうがそこをめがけて砲弾をち込んでくるんですね、うん、でなかなか橋が架けられないでどうするかっていうと自転車部隊があの自転車を担いだ川を渡っていって<ー>対岸に渡って<ー>そこで敵の背後に回り込んで<ー>敵を殲滅するででそこで改めて橋をかけて渡るっていう。なるほど 非常に軌道上に飛んだあの反対、まあ、に,には、はい、安さがりの軌道隊です、ね。そうですよね。はいはい。うんこれあので自転車部隊が大活躍しましたね。ええ。こまりで聞く部隊ですから、あいざっとあればカウント時にはあの担いで,で。あしてる。肩に担いで。あし、ええええカウ。歩いた部隊いわけですから。あとその現地のマレー人たちはほとんどみんな日本軍に協力してくれたんですね。これは大きいですね。はい。